天気ですね。そうだな。今日はどこか散歩にでも行こうか。パーツが手に入らねえことには修理もできねえからな。シェロのやつが言うには届くまで 2,3 日かかるらしいし、俺は昼寝でもしてっかなと。いいなそれ。こういい天気だとボイラも眠くなってきたぜ。もう何なのよみんなして。ちょっとトカゲ、私も寝るから枕になりなさい。まあいいじゃねえか、ゆっくりしようぜ。もしもよ、もしもあんたが一人じゃ寝られないって言うなら、私が隣で寝てあげても。なんだお前ら、ちょっといいか。ん？どうしたんだ、オイゲン。キレもどこかへ出かけるのかな？まあ、俺は森へちょっとな。そうそう、だからおめえらにもついてきてもらうぜ。え？そんな、いるね。当たり前だろうが。こんな老いぼれ一人を魔物の出る森に放り込むつもりか？おれ、とっとと準備して出発するぞ。ルーンが作る酒だ。オイラたち、そんなことのために連れ出されたのか。バカおめえ、この森のエルーンが作る酒は蝶がつくほどのレアものなんだぞ。せっかく近くに来てんだ、これを飲まねえ手はねえだろうがよ。確かにエルーンの作る醸造酒はパータグランデ随一と聞くな。ま、ここまで来ちまったんだ。せっかくだし一杯やってから船に戻ろうぜ。そうは言ってもよ、おいら寝るから抱っこしててくれねえか。寝てちゃダメですよ、 B さん。魔物が近づいてます。自由なる精神の勝利。あれ
山盛りのリンゴは？おいおい、寝てんじゃねえぞ。この森には魔物がうようよ嫌がるんだからよ。これだけの森の奥地に行かねば手に入らないんだ。よほどいい酒なのだろうな、きっと。そうさな、少なくともここまで来たかいっつうのは間違いなくあるぜ。気になりますね。なんだか私も楽しみになってきました。おっと、ジョーちゃんはダメだぜ。酒っつうのは子供の飲み物じゃねえんだ。でも安心しな、ここまで来たことはちゃんと無駄にはならねえからよ。ほれ、エルーンの村が見えてきたな。もう一息だ。ここまで来たってのに。すまない、今は仕込みの時期で飲めるようなものはないんだ。そうなんですか、どうしよう。じゃあ仕方ねえさ。おれ、とっとと戻るぞ。うげー、なんでオイゲンのやつあんなに元気なんだよ。わかんないけど、私たちも負けてられませんね。くー、うまい。やっぱ酒といやこれだよな。おい、オイゲン、こいつは一体どういうことだ。あ、だから言ったろ、酒は子供の飲み物じゃねって。お子様トカゲはミルクで十分じゃねえか。そうじゃねえよ、あとトカゲじゃねえって言ってんだろ。例のエルーンの酒、わざわざ山奥まで行かなくてもよろず屋で飲めるじゃねえか。オイゲ、お前これまさか知ってたんじゃねえだろうな。あたぼや。第一、エルーンは酒を作りはするが、流通や販売は他に任せっきりだからな。じゃあなんでオイラたちを連れてあんな山奥まで行ったんだよ。そりゃおめえ、ずいぶんとおめえらがたるんでたからな。だから修行がてら魔物と戦ってもらおうと思ってよ。久しぶりにいい運動になっただろう。いい運動って、そうならそうと先に言ってくれりゃいいじゃねえか。先に言っちまったら面白くねえだろうがよ。いいか、戦いなんていつ何時起こるかわからねえもんだ。だから修行や鍛錬なんてものは不意打ちくらいがちょうどいいんだよ。オイゲンの言うことにも確かに一理あるかもしれないな。これからもたるんでたら俺が喝を入れてやるからな。油断するんじゃねえぞ。